はい、日刊スポーツの浅田です。それでは大村優勝戦の、予想を、したいと思います。まずメンバーですが、まあ、こういうメンバーになりまして、吉田一郎選手が1号艇ですね。で、まあ、これざっとメンバーを見ると、この小葉選手ですね、6号艇の小葉選手がまずこれ、前付けに動くのはもう間違いないところですね。ただでもこのうちの選手もこれ、まあ中内選手、それに秋山選手に川上選手ですね、この辺りもなかなかそのコースを緩めるタイプではありませんので、まあ、進入の想定はこれ、まあ、小葉選手も動いても5コースまでかなという感じはするんですが、で1、2、3、4、6までがスローで、5番の中村選手が短期のダッシュですねという形になるかなと思います。で、まあ、ちょっと吉田選手もね、インはちょっと深くはなりそうなんですけど、まあ、それでもまあ地元の選手ですしね、まあ、このスタートも当然掴んでると思いますので、まあ、ここは吉田選手信頼でいきたいですね。で、まあ、その相手なんですけど、まあもう、まあ、今回第2ステージの最終戦ということで、まあ、一発逆転を狙うにはちょっとやっぱり、ちょっと紐穴を狙おうかということで、で、まあ、相手はこの5番の中村選手ですね。まあ、大外ですけど、まあ、回り足がいいということで、まあ、進入もね、もつれますんで、まあ、大外から展開について出番はまあ十分あるんじゃないかと思います。でも、はい、でこの結論、ですけど、1号流しですね。ちょっと相手はこれ絞り切るのが難しいかなと思いますんで、まあ、このように、まあ、1号2が4000円、1号3が3000円、1号4 2000円、ちょっと1号6もね、抜けるとちょっと黒い配定を結構つきそうなんでね、1号6も一応1000円抑えてと、いう感じでね、これで今行きたいなと思います。